はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑白です。今回は、堀口教授は本当に10回やって10回勝てないのか、答えはクレベル小池の完敗についてです。元日本ボクシング王者の細川バレンタインが、堀口教授はパトリックミックスと10回やって10回勝てないという動画を上げて波紋を呼んでいます。本当に10回やって10回勝てないのでしょうか。これについてはライジンファイターの金原正則選手が苦言を呈していました。格闘ファンがあれこれ批評するのは全然問題ないが、プロ格闘家で違うジャンルの選手が批評して言い切るのは間違っていると苦言を呈していました。というのも、ファンから見ればプロ格闘家がそういえばその通りなんだ、堀口選手は10回やって10回勝てないんだという印象を植え付け、 MMA ファイターの評価、堀口選手の評価、格闘技業界の評価を落としてしまうからです。今回で言うと、10回やって10回勝てないはずはありません。これは断言できます。本当に細川バレンタインはバカなことを言ったと思います。頭をピンクロにしてただの YouTuber になり下がったのではないでしょうか。というのも、簡単な話、ジャッジペーパーを見れば証明されています。ジャッジペーパーは48対47でミックス選手の勝ちでした。いわゆる3ラウンド取ったのがミックス選手、2ラウンド取ったのが堀口選手です。いわゆる1ラウンド差で勝っただけなのです。これが5対0、5ラウンド全部取ったのがミックス選手、1ラウンド取れなかったのが堀口選手であれば、10回やって10回勝てないと言ってもいいかもしれません。にもかかわらず、たかだか3ラウンドと2ラウンド、1ラウンド差にもかかわらず10回やって10回勝てないは、この時点でデタラメです。ここをまず知っておいてほしいと思います。堀口選手は決して弱いわけではないのです。ただ今回、堀口選手は試合始まって1分も経たないうちに大きなミスを犯してしまったのです。ですので、今回のような劣勢に立たされてしまいました。まずそこの説明と、どうやったら次ミック選手に勝てるかを説明していきます。1ラウンド1分足らずで、堀口選手はオーソドックスに構え、左のオーバーフックを、結構大きな攻撃を打ったところにミック選手に組まれてしまい、そのまま4分以上ずっとバックを取られて超劣勢に立たされてしまいました。1ラウンド1分足らずでほぼ負けかけたのです。そうすることによって、堀口選手は1ラウンド1分も経たずに超劣勢になり、そこからどうしても組まれてはいけないということで、消極的な戦いになってしまいました。消極的な戦いになってしまい、負けてしまいました。それでも3ラウンドと2ラウンド3対2で負けたので僅差と言えます。ただ、なぜこのようにいきなり大きなフックを打ってしまったかが問題です。ここを解説していきます。堀口選手の大きな武器の一つにフェイントがあります。遠い間合いからフェイントをかけながら、パンチが来るのか、キックが来るのか、タックが来るのか、わからない状態で相手を惑わし、相手が避難してしまうのです。しかし今回、パトリック・ミック選手は遠い間合いからのフェイントに全然引っかかりませんでした。なぜでしょうか。これはいろんな格闘家の方がスピードが遅かった、リーチ差がありすぎたなど言ってますが、多少ありますが、そうではありません。2つ理由はあります。1つ目、ミックス選手はまず堀口選手の蹴りを捨てていました。堀口選手の蹴りを捨てるということは、蹴りをもらってもいいと思っていたのです。そうなれば、もちろんタックルはグラップラーに相手にタックルはしてきませんから、パンチだけ見ればいいのです。パンチだけ見とけばいいので、蹴りのフェイントやタックルのフェイントなどは無視し、パンチだけに集中できるので、フェイントに引っかかりにくくなります。で、なぜ蹴りを無視できるかと言いますと、多くの人が、いや、朝倉海選手はカーフキックを 2,3 発食らっただけでもうほとんど試合にならなかったじゃないかと言われます。しかし今回、ミック選手は構えをアップライト、後ろ重心にしています。後ろ重心にすることで前足が上がるので、踏ん張った状態ではないので、蹴りを打たれた瞬間だけ少しいなすことでダメージをかなり軽減できます。ですので、致命的なダメージにならないので、蹴りは無視できるのです。逆に朝倉海選手はパンチを得意とするので、前重心になるので、重心がかかったところに蹴りをもらうとかなり被弾してしまいます。ミック選手は被弾してもそこまで致命的なダメージがないので、蹴りは無視できます。いなすることができるのです。2番目、そもそもミック選手は打撃の攻防をやる気がありませんでした。いわゆるフェイントというのは、打撃の攻防、緊張した攻防の中で引っかかってしまいます。自分が打った後、隙ができるのでカウントもらったりするので、打ち合いの中でこそフェイントは生きていきます。しかしミック選手はもう打つやる気はありません。ただただ来たものに対して組もうとしているのです。しかもタックルも蹴りも反応しなくていいので、パンチだけ見とけばいいので、パンチだけ来たものに対して自分は攻撃出さず防御する、もしくは組むだけでいいので、フェイントに引っかからないので、いわゆるパンチ、タックル、キック、そして自分が攻撃する、この4つの選択肢があるのでフェイントには引っかかりますが、それがただただからパンチだけ見とけばいいので、普通に冷静に見ることができ、フェイントに引っかかりません。で、フェイントに引っかからないことに焦った堀口選手が、いわゆるフェイントに引っかかる
かるように大きなダメージを与えたかったので左フックを思いっきり打ってしまい、そこで組まれて1ラウンド1分足らずで劣勢に立たされました。そのまま劣勢に立たされて消極的なまま行ってしまったので3ラウンド取られ負けてしまったのです。ですので1分過ぎのあの選択肢がなければ逆に2ラウンドしかミックスが取れず3ラウンド取れて勝てた可能性もあります。10回中10回負けることはありません。これはもう大嘘と言っていいでしょう。また今度どうやったら勝てるかに関してですが、いわゆる打撃よりもグラップリングが強いガリガリのグラップラーが負けるパターンを考えていきましょう。わかりやすいのがクレベル攻撃選手です。クレベル攻撃選手はここ10戦1敗しかしていません。これがマテウス・ガムローという選手です。どうやって勝ったかというと、クレベル選手は引き込んだり下になって寝技を決めることができます。ほとんどの選手は寝技に付き合わずスタンディングに戻って試合をやっていきます。しかしマテウス選手は自分が上になった状態で立たずに寝技に付き合いました。寝技に付き合って寝技の攻防をするふりをして上に立ち、上を取りポイントメイクして深追いはせずすぐ立ちました。上を取ってすぐ立つということで上の方がポイントメイクされて有利だからです。その展開を続け判定勝ちしたのです。いわゆる相手の庭に入って相手の庭で戦わずに駆け逃げ、ポイントだけメイクして逃げていたのです。またゲイリー・トノン選手、グラップリングの世界王者と戦ったワンの選手も寝技に付き合わないのではなく、寝技に付き合って足関節の防御だけしつつそのまま上からパウンドアウトしました。いわゆる相手の庭から完全に逃げてしまうと相手のペースになってしまうので、完全逃げず相手の庭で戦うふりをして戦わずにポイントメイクだけする、もしくは自分の得意なところで戦うことで勝つことができるのです。今回堀口選手は一切組まれたくないので相手の庭に付き合いませんでした。ただミック選手は言った通りテイクダウンされてもいいし蹴りも受けたくないのでアップライトに構えていました。後ろ重心です。ということはこれは簡単にテイクダウンされてしまうのです。ただギロチンチョークという得意技があるのでそういうスタイルだったのです。ここで堀口選手は簡単にテイクダウンできるのでテイクダウンに行き、そしてギロチンだけ頭の位置を気をつけもらわないようにし寝技の展開になり、そこで付き合わずに駆け逃げでポイントメイクだけして立ち上がります。そうすることで判定では有利になるので勝てるのです。でその攻撃を1回2回すればミック選手としてはタックルも警戒しなくてはいけなくなります。そうすると後ろ重心のアップライトからやや前重心になるので、前重心になると今度は堀口選手の強力な武器であるローキックが決まります。ローキックで致命的な打撃を与えることができるのです。そしてミック選手としてはパンチ、ローキック、そしてタックル3つ警戒しないといけません。そうなってくると今度はフェイントに引っかかってしまうのです。タックルのフェイントからのパンチ、蹴りのフェイントと見せかけてのパンチなどフェイントに引っかかり被弾していきます。そうすると堀口選手のペースになり、マックス選手はスタミナも切れだんだん劣勢になっていきます。このようにリスクを取ることで堀口選手の勝利は見えてくるので、というのもミックス選手はリスクを取ってないわけではなく、アーチレスター戦を見れば分かる通り1ラウンド2ラウンドリスクを取ってグラップリング攻防でパワーを使って負けてしまいました。いわゆるミック選手はリスクを取っています。今回堀口選手はリスクを取らなすぎたのに負けただけであって、同じようにリスクを取る戦いをすれば次どうなるか分かりません。僕は堀口選手が勝ってくれることを希望しています。以上となります。今後堀口選手は2連敗してしまいましたが次は勝ってくれると思います。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければコンビニダイエットご飯もご覧ください。それではさよなら。